皆さん、こんにちは。本日もハーベストライやっていきましょうか。で、今日はですね、最強の指輪と呼び声高い、こちらの高級な指輪シリーズ、こちらの簡単な入手方法について語っていきましょうか。で、どれぐらい強いかっていうところに関しては、こちらを見ていただければ非常にわかりやすいんじゃないかなっていうところですね。例えば高級な剣士の指輪であれば、物理防御力がプラス16となっております。いや、本当にね、普通の指輪と比べてもらったらわかる通り、マジでね、ぶっ壊れレベルで強いんですよ。はい。ですので、今からその高級な指輪をゲットしに行きたいわけですが、ただ、こちらの高級な指輪なんだけど、本当にね、簡単に手に入れることが可能となっております。それなんですよ。めちゃくちゃ簡単に手に入れることできますからね。なので今日はですね、簡単にどうやったら手に入るのか、で、手に入れる方法について語っていきましょう。いや、本当にね、これめっちゃ簡単なんですよ。なので、これはね、マジで狩らないと損なんで、ぜひ、この動画で覚えていっていただければと思います。そして、ぜひ、このタイミングで、チャンネル登録と高評価もポチッと押していただけると幸いですね。そして、これさ、撫でるしたらなんか意味あんのかな？どうなんだろう。まあ、モンスターハンターでいうプーギーみたいな感じか。ってことで、やっていきましょうか。いやー、とかく可愛いね。で、このまま、行きましょう。で、こちらですね。で、幻影場に行きましょうか。で、こちらに行きまして、で、ワープいたします。で、ここの3のところに行ってください。あれ ?2 ってあるのかな？俺2ぶっ飛ばしてるよな。あ、なんか、突き忘れたのかな？まあいいや。ってことで、やっていきましょう。で、ここをね、行きます。で、ここ行きます。まあ、非常にシンプルですよね。で、こちらにカモがおりますので、カモを倒していきましょう。で、レベルは非常に強力ですよ。レベル50でございます。やばくないですか？めちゃくちゃ高いんでは。で、こいつをね、倒していきます。で、そんなにこいつね、実は強くないんですよ。レベル50って書いてあるので、うわ、やっべーって思うかもしんないけど、そんなに強くない。まず動きがそんなに遅くないので、で、こいつね、接近してこないと、なぜか攻撃してこないんですよ。そうそうそう。なので、一方的にこちらボコることができます。一方で、近接の場合はですね、ダメージを食らってしまうので、そこのところは注意が必要ですね。ただ、近接ではなくて、こういった形で遠隔攻撃かな。基本的に遠隔であれば一方的にボコることができますので、この方法を使って、ぜひこいつ倒していってください。超停車だってさ。レベル50だけどさ、レベル50の強さじゃねえんだよな。そんな強くない。で、うまいこと、まあ、ダッシュを駆使しながら倒していくって感じか。まあ、ダッシュしなくても普通に勝てるけどね。で、殴って、もう体力半分ぐらいですね。で、こいつを倒すと、超強力な指輪、落としてくれるので、で、それを手に入れるみたいな感じですね。なので、ひたすらこいつを狩っていきましょう。まあ、ダンジョンのそこら中にいるからね、まあ、簡単に狩ることができるんじゃないかなというところですね。そう、割とこいついるからね。ただ、基本的にはそんなに強くない敵かなと思っていて、まあ、特に強力なモンスターっていっぱいいるんだけどさ、レベルだけ高いだけで、マジでこいつ弱い。なんでこんな弱いんだろうね。割とこいつに関しては公式の設定ミスじゃないかって思うぐらい簡単なんですよ。なので本当に見てもらったらわかる通り超簡単に高級な指輪手に入ります。まあ、ハメってわけじゃないんだけどさ、割とマジでプレイスキルなし、PS なしでね、簡単に手に入ります。ただ冒頭でも申し上げた通り、近接の場合はですね、超強力な反撃を食らってしまいますので、下手すると、まあ、ワンパンってわけじゃないけど、ツーパンで沈んでしまうので気をつけてください。だからまあ、モンスターとしてはかなり強力なんですよ。めちゃくちゃ強いんだけど、こちらのレベルが40超えててもマジでツーパンだからな。にもかかわらず遠隔攻撃だと一方的にボコることができる。いや、マジでこれね、最効率の方法じゃないかな。で、もう倒しましたね。はい。ということで、ゲットしました。おお！いいね。なんだなんだこれ。ちょっとドロップしてるじゃないの。見ていこうか。で、今ドロップしましたね。あー、なるほどね。なるほど。了解でござる。なるほどでござる。ちょっと戻りましょうか。ちょっとスタミナがね、
ないので温存していきましょう。で、ここであればいけますかね。で、どんなもんすかね。どんなもんでしょうか。ちょっと待ってよ。見ていきましょうか。どれだ。これじゃないよな。高級シリーズじゃない。あれ、高級、あれ、高級じゃなかった。ちょっと待って、高級じゃなかった。マジか。あれ、高級シリーズ落としてくれたと思ったけど、高級じゃなかったね。え？高級じゃないもの落とす場合ってあるんだ。ちょっとよく見てなかったわ。まあ、一応こちら落としてくれたって感じでしょうか。はいはいはい。まあ、なるほどね。まあ、たまたまですね、失踪シリーズを落としてくれたわけなんだけど、どうやらですね、失踪シリーズ落としてくれるみたいです。へえ、そうなんだ。知らなかったわ。これに関しては。なんか確定で高級落としてくれるのかなと思ったんですが、まあ、高級は落としてくれませんでした。あ、こんなこともあるんだな。まあまあまあ、この動画参考程度に受け取っていただきたいわけですけど、まあ、少なくとも高級な指輪、効率的にゲットしたいんであれば、ほぼ間違いなく、あいつを倒すのが効率がいいと思うので、まあ、ぜひ倒していってください。まあ、今回たまたまですね、まあ、高級な指輪じゃなくて失踪シリーズがドロップされたわけだけど、この動画で初めて分かったんですが、あれ確定じゃないんだ。まあ、このゲームまだ発売してから1日しか経ってないからさ、まあ、どれぐらいの確率かっていうところ分からないんだけど、ただ少なくともあいつからですね、高級シリーズの指輪ゲットすることできるから、まあ、ぜひ粘ってください。はい、まあ、そんな感じですね。マジかよ。けどそんなに確率は高くないと思うんですよね。あ、いたわ。ちょ、あいつも倒すか。あいつもやりましょう、せっかくなんで。で、あいつもやりま、あ、待って、やばい。これやばい。これやばいでござるよ。お前らいたのか。このなんかちっこいの普通に強いんだよな。そう、ちっこいのでも普通に強いからさ、この親玉みたいなやつもっと強いと思うんですよ。なので、ちょ、襲われたらめっちゃ痛いんで、ちょっと。うまいこと距離を取って戦っていきましょう。危ないんで。体力こっち結構あるけどさ、普通に多分襲われたら相当食らうよ。あのちっこいやつの魔法攻撃でも相当食らいますからね。前一回食らったんだけどさ、こいつのでかいやつの攻撃。やっぱ通パンだったわ。なので、こいつと、まあ、近接とかで張り合うんであれば相当レベル高くないと無理じゃないかな。多分レベル50は最低超えてないと多分勝てないと思うんですよ。ただそういった敵にでもですね、この方法を使えば簡単に倒すこと、おい、食うか、食いますか、食うしかねえよな。じゃあスタミナ使いすぎたな。けどまあ連戦するつもりだったし、味方の HP も回復したかったんで、まあ食ってもいいか。まあキノコ炒め簡単に作れるからね。なんかすごいなこいつ。なんか公式の設定ミスっていうか、なんというか、まあミスっぽそうな感じするよね。明らかにおかしいもんな、こいつ。チェストプレイの時に気づかなかったな。なんかバグっぽいですよね、こいつだけど。動きが。だって攻撃してこないもん。近くにいないと。まあそういう仕様なのかもしんないけどさ、こんな遠距離攻撃で一方的に殴れるじゃん。ただこのゲームずっとやってるけどさ、こういう敵っていないんですよ。なのでなんかバグっぽさありますよね。うん。バグっぽさがあるよな。ちょっと不自然ですよね、これ。どうなんだろうか。さすがにこれ仕様だとやばくないんだけど。まあ、修正される可能性があるから、アップデートをされる前にぜひこいつ、借りまくりましょう。で、借りまくって一通り、まあ、高級シリーズの指輪手に入れるって感じかな。まあ、どれも強力だからね、高級シリーズは。ね。絶対これ手に入れた方がいいと思うわ。よし、ってことであと少し。多分ね、魔剣士が一番いいのかな。魔剣士欲しいですね。できれば魔剣士の指輪が欲しいでござる。おそらく12ぐらい上がるんじゃないかな。オーケーオーケーオーケー。いいね。お、レアドロップしたね。これ何？あー、失踪か。耐性の指輪だってさ。マジかー。くそー。まあいいや。けど今のところ、こいつめっちゃ倒しやすいからな。マジでカモなんで、ぜひ皆さんもやってみてはどうでしょうか。まあ、この動画見ていただければわかる通り、マジでカモなんでね。やらなければ、
損だと思いますよ。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもこのハーベステナの動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。そして高評価も忘れずにポチッとよろしくお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。